ました、はい、法律クイズ来ましたね。法律クイズバシーン、法律法律クイズキシーン、シャキーン、俺がやるの、うん、できるそれはかなり難しいね。それはちょっと待って、おいおいにして。今何やってんの何やってんの何やってんの法律を、ちょっとやめてくれよ。法律ほんとシャキーン、いやー、法律どうなってんの、まあ、それ CG とかのレベル。何が起こってんのこれ。CG とかができる限りちょっとお願いします。できるかね。はい、ちょっと問題読みますね。はいはい、山野くんがね、あの法律の勉強してるんでね。はい、ちょっと僕から出そうと思います。はい、司法試験の平成22年に実際出た問題です。はい、ちょっと問題文そのまま読みますね。はい、ちょっとこうとかオス出てきますが、一度ちょっとちゃんと、はい、普通のまま読みますね。こうは偽札を作る意思がないのに、オツに対し一緒に偽札を作ることを持ちかけた上、偽札を作る機材の購入資金にすると嘘を言って資金の提供を求め、その旨誤信したオツから同資金として現金の交付を受けた。判例によれば公に詐欺既遂罪が成立する。ちょっと分かりづらいんで噛み砕きます。はいはい。じゃあこう、僕、山野、はいはい、山野は偽札、うん、お金の偽物のやつを作る気持ちないのに、うん、内藤に対して、うんうん、ちょっと一緒に偽札作んない、うんうんうん、そして内藤はまあもう、うん、おーいいよっつって、うんうんうん、内藤から、うん、ちょっとそのさ、機械とか偽札作る機械作んなきゃいけないから、うんうん、ちょっと、まあ、ちょっと50万、うんうん、ちょっとちょうだい、うん、あまあもう偽札でいっぱいお金作るなっていいよっつって、うんうん、50万もらった、うんうん、過去の最高裁判所の例によれば、うん、僕に山野に詐欺、うん、既遂罪、まあ詐欺罪でいい、詐欺罪が成立する、うんうん、詐欺未遂とかじゃないよ、はいはい、詐欺がちゃんと成立する、詐欺罪が成立する、丸か×か。あ、もうそこだけなんだ。はい、この人関係ないんだ。そうですね、大体この人はっていうふうに聞きますね。あ、そう、まあ、単純に、はい、まあ、今のだと、まあ、偽札作る機械じゃん、うんうん、例えばじゃあお菓子を作る機械を作りたいから50万貸して、うんうん、あ、いいよ、うん、これは単純にもう50万取れない、これ詐欺罪じゃん、多分成立すると思う、はいはいはい、そうですね。で、今の問題は、うん、偽札を作るっていうこの犯罪行為に対してっていうことでしょ。さすが、そこです。何回もやってますから、はい、だからそこに対して犯罪行為にだから加担したこの人をもう関係するかと思ったら、この人今関係ないでしょ、問題は。この人だけです。だからこの問題が言いたいのは、だもちろんだ今言ったように、うん、お菓子作る機械をやるために、つって50万出して、つってやったら、もうもろ詐欺だよ。もう詐欺だよね。騙してお金取って、うんうん。ただ、偽札を作る機械っていう風にやって、この人を騙したわけじゃん。うん、騙したね。で、こいつもさ、偽札作るために50万払うよってやっと、やっといて、騙したなってなるって、この人、うんうんうん。いや、まあ、そう、そこなんだけど、うん、この人が訴えたってこと、そうか、これはね、これ刑法なの。だから、うん、警察はって話。詐欺罪とか、まあ、警察が、うん、この人を訴えるとか関係ない。うん、なるほどね。うん、ああ、じゃあ分かったか。まあでもね、考え方としてはいいよ。うん、その、この人が訴えた場合は、とかって。うん、まあ、単純に警察は詐欺罪で捕まえますかって話。うん、でしょ、うん、だからそこで今ピンときたのが、詐欺罪で捕まえる。捕まえる。なんで、うん、まあ、こう過去の判例で、まあ、あった時に、まあ、どうしたいかっていうと、うん、単純に、うん、この人悪いじゃん、うんうん、偽札作ろうとかって言ったのもあるし、うんまあ、それ嘘だとしても金を奪った、うん、だからとりあえずこの人俺多分捕まえたいと思う、警察は、うん、だから、詐欺罪としてこれを成立させないとこの人野放しになっちゃうと思う、うん、だって詐欺罪じゃなかったらこの人法律違反じゃないってことでしょ、うんうん、それはさすがに俺は良くないと思う、うん、だからこれは判例としてこういうことをもうやったとしたらもう、犯罪にしますよ以降やらないでくださいっていう判例を作ったためにこれは、うんうん、だから詐欺罪が成立する、正解、よし、もう OK、 大体俺が喋った、まあまあ合ってる合ってる、うん、だからこの人さ、だから、うん、要はこの人も犯罪で、うん、要はただね、うん、これさ、合ってんだけど、うんうん、だこれでね、なんでみんな間違いやすくなっちゃうかっていうと、うん、
これ今刑法の話って言ったじゃん、うん、さっきの民法で言った場合、うん、民法っていうのは、うん、民法708条で有名なやつがあって、うんうん、返還、不法原因給付物には返還請求権がないっていうのがある、うん、例えば、うんうん、これが、うん、お前にちょっと、うん、あなんかやばい薬、うんうん、買ってきてよっつって、うんうん、じゃあ100万渡すから、はい、ちょっとなんかやばい薬買ってきて、はい、ってなって、うん、これで例えばじゃあ使っちゃう薬、うんうん、これ刑法関係なくて民法の話ね、はいはい、お前が使っちゃう薬、うん、100万円取られた、うん、と思ってちょっと訴えるっつって、はいはい、普通の裁判所に、うんうんうん、ちょっとこの人にその人に100万円俺取られたのに薬買うのに渡して、やばい薬、うんうんうん、覚醒剤を買うのに100万円渡したの取られちゃったよ、うん、訴えますって言っても、あ、すいません、あの不法原因給付物はあのもうお金返さなくていいですっていうルールがあるんです。あ、法律違反のものを買おうとしてお金を取ったとしても、返さなくていいっていうこと。そう、なぜなら、うん、それを返せってことになっちゃうと、うん、こいつを応援してることになっちゃう、裁判所が。だから、うん、あなた悪いことした場合、お金返ってこない可能性ありますよ、訴えても。だから、うんうんうん、こういうことやらない方がいいですよっていう力を裁判所に与えた方がいい、うん。これさ、100万円、返ってきたってなっちゃうと、うん、こいつ次からもまた100万円とかって、釣り買っちゃう可能性あるんですよ。だからそういう不法な原因で給付したやつは返せませんって民法であるわけ。はい、だから、それとごちゃになって、あれ、刑法でも、あれ、うん、なるほどね。そう、捕まないんだっけ、うん、なんかなっちゃう。だから悪いことをしてでお金を取ったから、うん、詐欺罪は成立させない。だからこっち側の意見でしょ、さっき言ったように、うん、だから俺が、悪いことに加担したわけじゃん、うん、でお金返してよ、うん、いやいやダメだよ、あなたは悪いこと偽札を作る機会のためにお金渡したから、うん、それ返ってきませんよ。だからこいつがもし民法で裁判所にすいませんっつって、うん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 、お金50万返してよって言っても、うん、あなた悪いことに加担したのがダメです。そう。で、また、それとして、うん、まあ、お金返ってこないかもしれないけど、こいつはこいつ悪いことしてるから警察が捕まりますと。うん、だからそこがちょっと、ごっちゃ、ん？どっちだっけなってなりやすいポイント。だから、勉強すればするほど、わけわかんない。わかんなくなるね。そういうことだよね。だから俺最初なんで、その、詐欺罪が成立しないっていう発想があるのかなと思ったの。そうそう。だから、勉強しない方がいいです。そうですね。勉強しない方が、司法試験受かります。はい、とりあえず、そうですね、悪い、うん、詐欺罪は、うん、まあ、とりあえずちょっとでも変なことあったらやめましょう。そうですね、危ないですから気をつけてください。はい、チャンネル登録高評価お願いします。チャンネル登録高評価するって言ったのにしないって、それ詐欺罪だぞ。詐欺罪じゃないか、金銭が絡んでないから。